これカスタムしたらこのいいというものはなくてね、この前の見てください、このボックスつけたこの先生やっぱこういうのがやっぱオーラって言うんですよね。あの人間を磨きましょう、もうちょっと皆さんね、バイク乗ってるさえ、国道213号線という道路なんですけど、これはもうすごいね、恋かなロードっていうですね、道別名がありまして、そこ平山先生を囲うようにゴーサンファクトリーさんと走行してます。あ、この道の駅国見にこのタコが食えるんだね。ね、なんで皆さんタコ飯が好きかというとね、おそらくね、兵庫県明石市にある川崎重工業、知ってます？明石のタコって言って有名なんですよ。川崎重工の本社に行ったことありますか？川崎ミュージアムとかあります？神戸にあるんですけど、ぜひね、行ってみてください。船が止まったやつね。ゴーザンさんはその時一緒に行ったんですか？一緒に、もうみんなじゃあ職場全部で全滅だったんですね。はい、でこれからね下り坂になりますね。その川崎ミュージアムにおそらく神戸に門司から船が出てるよね。だからそれ乗れば朝着いてそのまま川崎ミュージアムを見て帰るっていうのもできると思いますけど、郷山さんは川崎は何代目ですか？あ、初めての川崎だ、筆下ろし川崎やっぱ前を走る平山先生はこれ6代目だそうで、忍者運百は何で売ったんですか？じゃあ、はい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 、ゴーサンファクトリーさんは初めての免許を自動二輪免許取った何歳ですか？はい、ああ、はいはい、初めて買ったバイクがVTEC、 さっきの電話かかってきたワンスケさんに言ったバイクですねはい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 。大型2輪はいつ取得したんですか？はい、おー、で最初に買ったバイクは、はいはいはい、じゃあ今乗ってる川崎は通算で言ったら3代目ですか？おー、だからいかにこの平山先生がね贅沢してるかっていうのが分かりますね僕もまだ川崎これ2代目ですからねいや、この無駄遣いした分ちゃんとオーラがね彼にも身にまとってますからね、出てます、やっぱ普通の人は違われるんですよ僕らもね、平山先生にね、特別ね、こうツーリング誘ってもらえる関係になっていましたからね、そうやって謙遜するのがね、平山先生ですね。
か、決してね、もうこの力の強さを見せつけないってところが彼の良さですからね。トンネル多いですね。またトンネルですね。あの山陽新幹線って、あの郷さんも乗ったと思うんですけど、山陽区間はもうトンネルだらけなんですよね。あの横浜行った時、あの東海道新幹線になる大阪からはあんまりトンネルなかったでしょ。そうなんですよ。だから後から作った道っていうのはほとんどがトンネルになりますね、うん、だから大分県の県南の方を走ると道が良くなってるんですけど、ほとんどトンネルが多くなりました。あの夏の暑い日はぜひトンネルに涼みに行ってください。いやでもね、詳しいだけじゃカリスマになれませんからね。あのでもね、あの知識はね、自分の中に詰め込まなくてもそういう友達を作るのが作れる方が あれですよ、いいんですよ。ここがね、竹田津港といって、あのフェリーが出てますね。姫島行きのフェリーです。姫島行ったことあります？そうです、そうです。まあバイクでなんか一周できるらしいですよね。そうです、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 そうです。はい。はい。うん。はい。おお、うん、はいはいはい、いやぜひ行ってみてください。